こんにちは、宇治天然温泉源氏の湯です、当店ではね、いろんなイベントを、毎回やってます。クリスマスの時はクリスマスプレゼントビンゴがあったり、あとそうですね、ゴールデンウィークには大道芸人対決なんていうショーもありました、動画でも上がってます。そして、5月12日この5月の期間は母の日のイベントっていうのもやってますね、こうお母さんいつもありがとうっていうふうに書いてます、この母の日の、イベントはお母さんの似顔絵を持ってきていただいた方には、お菓子を渡してるっていう風になっていますね。それで、似顔絵がこれになりますね。そうですね、みんな。それ、あ、このお母さんとか可愛いですね。表現がしっかり。あ、すごいですね。あ、すごい、うまい顔見ますね。あ、これ面白いですね。お母さんがマスクつけて角が生えてるな。すごい、どう見えてるのかな。それでもこういうお母さんなのか分かんないですけど、みんないいですね。かわいいですね。ああ、かわいい、かわいいお母さんですね。ママっていうふうに名前を書いてますね。あ、すごい、すごいよ。こう、あ、この子うまいですね。今そうですね、こうみんな面白いですね。こういうふうにカラフルな色の子もいれば、かわいいですね。この子もこれはすごいな。死神って書いちゃってるな。これはどういうことなのかよく分かんないですね。お母さんじゃないやろみたいな。なんかこの子なりの捉え方があったんですかね。ね、こういう風にね、ちょっと皆さんやっぱ、こう思い思いのお母さんを描いてもらってますね。お母さんがどういう風に見えてるのかとか面白いですし、やっぱこう絵見るだけでもなんか面白いですね。ぜひ、当店はこういう風にいろんなイベントやってるので、当店来たら今どんなイベントやってるのかなっていうのを楽しみにしていただけたらと思います。以上です。失礼します。